ダッシュで行こうぜ。どうも武田でございます。刻んでいこうぜ。 iPhone の充電口に前歯突っ込んだら顔のむくみが取れる説ということで、本日の動画なんですけれども、練習動画が主になってるんですが、うん、新しいシューズを手に入れたので、シューズが短距離の練習に適しているかという確認も含めて練習していきたいなと。一回そのシューズ出そうか。じゃあ、いや無理っす。出せ。フュエルセルプリズム V2 シャー。これなんですけど、うん、本来は長距離選手が履くジョギングシューズでございます。結構そういうシューズで周平が、TKD が練習すると、周平を TKD って今変換したけど全然今までいっぱい周平やってるから、ね、確かに確かに遅い。確かに遅い遅い。そうだね。結構ね、コメント欄でさ、俺が長距離シューズをレビューすると、これって短距離も使えますかみたいな。ああ、ありますね、よくね、はい、結構あるんで、うん、これは長距離言ったら本当に万能シューズというか、遅いペースからまあちょっと速いテンポアップしたペースまで対応できる万能シューズですよ。短距離のスピードでもいけんじゃねえかなって僕は思ってて、やっぱこれからね、冬季練習になって、まああのナイキのテンポですとか、アディダスのボストン10とか、はい、いろいろいただいて、あの履いてはいるんですけれども、数あって練習の内容によって変えるのは必要だと思うので、まあ、それの仲間の一つになるかならないかと。今までさ、厚底に興味があって、はい、まあ、いろいろ試してきたじゃん、はい、これも一応厚底なんですけども、多分厚すぎず薄すぎずっていう感覚で履けると思うから、うんうん、短距離選手の投球練習にも全然持ってこいの、合う可能性が高い。はい、ザちょうどいいっていう感じかな。なるほど、死の子の言わずだよね。まあそうだね、なんか話してもどうせ聞いてないし、みんな履いたとこしか見てないし、ね、いやでもね、俺らの動画フュエルセルシリーズめちゃめちゃ好評だから。プレッシャーかかった今。いや汗かいてる。ヨシキさん大丈夫ですか。やがましいな。あ、すごいです。ダッシュで行こうぜ。はい、ということで、こちらよしきさんがめちゃくちゃ推ししてたフューエルセル、何ですか。レベル V2 ですね。もう色の原型はないってことだよね。もうね、これね、1300キロぐらい走ってる。1300キロ、これで破れてんだよね。めっちゃ履いたマジで。も1000キロ以上走って走れるってわけやからね。走れる。 まだもうちょい走れるかな。いや無理でしょ、走ってるもんだって本当に。怪我しちゃうよ、気をつけな。全く別物なんですか、これは。フューエルセルシリーズとしては一緒なんですけど、まあ、こっちが、圧倒的にふわふわ素材、ふわふわ素材、ある程度のスピードも対応できる。ノーカーボンですか。これもノーカーボン。今回はプリズム V2。 こっちはね、どっちかといったら、まあ、フューエルセル あのふわふわ素材もあるんですけども、ちょっとね、僕の感想ですよ、固めというか安定感を重視した。なるほど。それによってやっぱりその遅いペースからある程度テンポアップした速いペースまで対応できるよっていうシューズになってますね。なるほど。フューエルセルのプリズムシリーズで注目してもらいたい点がありまして、はい、ここですね、この低気圧前線みたいになってますけど、うん、まあまあそうだね。メディアルポストって言って、ここめちゃくちゃ硬くなってて、でこっちはふわふわ素材。うわ全然違うでしょ、うんうんうん、これもあの意味があって、内側に沈み込まないように安定した着地ができるように計算されてるっていう。なるほど。なんで本当に初心者から周平みたいな短距離選手でもちょっとランニングしたいなみたいな人にも持ってこいのシューズになってます。ちょい重いかな。そうだね、ちょい重。柔らかいじゃん。柔らかい。カーボンシューズずっと履いてるからだ。フューエルセルシリーズではやっぱ硬い方ですね。カーボンないって幸せだな。楽だな、足優しい。ちょっと一回流し行ってみようかな。はい、どうぞ、うん、ダッシュで行こうぜ。どうでしょうか感覚。これ最高。優しいのにちゃんと踏めば返ってくる。ああそうだね、うん、それはね、フューエルセルの素材の良さというか、うん、前から評判はいいからさ、そこはもう安定の信頼感だよね。ちょっと今回の200も段階踏んでいこうかな。28でこんぐらい、27でこんぐらい、26でこんぐらいみたいな。なるほどなるほど。多分冬季で26以上上げることないんで、とりあえずそこまでこれでいけるか、うん、ちょっと試したいです。一回28いってきますか。はい、了解です。はい。さあ、203本のうちの1本目。1本目28秒ですね。いやーすごいな。俺が28秒で走るとさ、本当にうわ速いなって思いながら自分で走るんだけど、もう周平の動き見てるとジョグだね。さあ、気になるタイムが
27秒5ぐらい。すごいね、今あの遅さで、あのゆったりした感じで27秒5なんだね。素晴らしい。天気もいいし、あったかいから割と体も動くんかな。めっちゃいい。あ、めっちゃいい、うん、あ、本当にいい、ね、雨の日は滑りそうかも。ちょっとあ、本当に、うん、でも僕27秒6だったんですけど、すごい心地よく走れる。心地よく走れる、すげえ心地いい。やっぱりカーボンシューズとか履いてたから、うん、いい意味で使う。はいはいはい、足をちゃんと自分でいかなきゃいけない。なるほどね。土台作り、うん、そして本数を重ねたい冬季ではめちゃくちゃいいかもしれない。なるほど、うん、短距離選手だったら、うん、この硬さは多分問題ないと思う。ダッシュで行こうぜ。さあ2本目です。1本目よりもちょっと気持ち上げるぐらいですかね。7秒5ぐらいっていう1本目いってたんで、7秒切るぐらいじゃないですか。早っ。25秒8僕の手元で。あ、でも本人はねめちゃめちゃいいっつってるね。珍しいな。シューズレビューでいいっていうことはさ、普段見てる人ならわかると思うんですけど、気に入ってくれてるなっていうこの感じ、久しぶりだな。まさに下ろすだけの意識して、うん、気持ち1本目より入れて5秒8。すごいね。無理してないっすね。はいはい、はい、多分シューズとかでこの時期とかだと、うん、ちょっと頑張んないと、うん、こういうタイムで出ないんで。そうだね、まあ、今の力感でこれだったらめちゃくちゃいいかなっていう感じです。はい。いいフォームです。しっかりね、下腹に力が入って、腰が入りすぎていない。地面を真下に叩く、すごいいいフォームですね。うわ、すごい、4秒台出た。全然疲れてねえやつ。ちょっとパーマ伸びてきたな。ちょっとパーマ伸びてきて、髪の毛のコントロールが効かなくなっている。あ、はい、何？ 24秒6ね。めっちゃいいじゃん。これはいいでしょ。うん、設定よりもはるかに早い。リカバリー4分だもんね。すごいね。全然冬季だから出力上げないで3本やるわっつって、普通に出力ちょっと高めになったやん。ラストちょっとキープした。はいはい。いや、でもこの冬季よろしくお願いします。サマーウォーズ、ウィンターウォーズになるわ。皆さんぜひね、長距離選手はもちろん短距離選手の人も、ね、冬季本数こなす中でちょっとシューズ迷ってますよって聞いたら、うん、やっぱりこういう多少厚みがあるやつだと足の疲れ具合とか次の日の疲労感とか全く違うんで、試してみると継続した練習につながると思うんで、ぜひやってほしいなと思います。本日の動画以上になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。横断歩道。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。